福留孝介のメジャー通算成績わら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 。なお左投手の試合を欠場したりしてこの成績の模様。 OPS だけはかなりいい。春先だけは毎年3割打ってたような。この選手の年俸がプホルス、サバシアより高かったという事実。2012以外は普通に戦力やん。助っ人外人ならクビやろけど。10億の守備がダメって福留が唯一にして最後やろな。良いように起用してもらって、これじゃない岩村、井口、松井、城島あたりにはかなり劣る。スプラッシュヒット福留、1年目の春先は一郎を超えてた。偶然だぞ。一番任されることも多かった印象。左相手は外してもらってるからまだ見れる数字なんだよな。オール出場なら打率2割3分 OPS7 割ぐらいになってたかもな。福留は高すぎた。だいたい2007年に手術してメジャー行く前から劣化してた。全盛期の2004から2006にメジャーに行ってほしかった。青木が福留以下というやつたまにいるけど、1年目に関しては確実に福留以上やん。福留の4月は毎年 OPS1 超えなんだよな。春留を毎年のようにやってた。一郎、春は投手も野手もいろいろと試す時期だから成績は当てにならない。バーランダーは入れるとこと抜くところをきっちり分けている。福留、バーランダーは大したことない。これほんと好き。意外と頑張ってるんだよな。4年53億やで。ひえ、そんな高かったんか。打率が劣化、松井ホームランは、一郎年俸は一松の中間になった模様。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。